はい、おはようございます、ロト6の抽選結果が出ました。第1627回抽選日が2021年10月の7日。はい、ということで本数字から見ていきたいと思います。21 22 23 26 36 38、ボーナス数字が13でした。一等該当ありません。今回3回目ぐらいですかね。2等4口2368万3300円。3等226口452600円。4等が11606口9300円。5等199656口1000円。キャリーオーバーがなんと8億。すごいですね。こちらですね、キャリーオーバーが8億1741万4530円。この数字見て 10の位がないんですよね。21、22、23で連番で続いてますね。それから26、20番台で4つですよね。さらに36、38、30番台が2つ。これ予想しがたいんじゃないかなと思いますよね。こう見るとね、この数字1の位、10の位が全くありません。ですから2等4口でも2305円。すごいですよね、2000万以上ってことですからね。それから4等9300円って結構これ多いんじゃないでしょうかね。これが前回ですかね、1626。これだと5口で1600ですからね。で4等6600円、今回は9300円ですからね。で2等5口1600、今回4口で2300ですよね。やっぱり前回の数字からこの数字って出しづらいですよね。前回は1の位10の位が2つ、20の位が1つ、30の位1つ、40の位1つってこうばらけてますけどね。今回は10の位なし、1の位、10の位なし、20の位が4つ入ってんですよね。21、22、23で連番で、それから26と、それから36、38、30番台が2つ。やっぱこれ当てづらいとかって思いますよね。8億5円のキャリーオーバーがあります。はい、ということで私の方を見てみたいと思います。はい、こちらが私の結果になります。抽選結果外れ。購入金額は800円、一口200円 ×4 口ですね、800円。 A 全滅、 B 21の本数字が1つ、 C 36の本数字が1つ、 D 全滅。今回も2つしかこう当たってないですね。前回もそうでしたね、ほとんど当たってませんでした。21 22 23、そうですね、20番台ってほとんど買ってないんですよね。こう見ると1の位と10の位、20の位はこの人買ってないんですよね。あと30、これじゃまるっきりダメですよね。はい、ということで皆さんはいかがだったでしょうか。今回も私は全滅でした。まあ次回8億あるので頑張って買っていきたいと思います。はい、今回は以上になります。